はい、どうもこんにちは、コンバートラーです。今回なんですけども、2014年7月なんでね、約10年前の両国フリースタイルダンスバトルベスト6の戦い見ていきたいと思います。2 on 2で、相方は当日9時で決まる面白いイベントです。このイベントなんですけど、マグロ食べ放題で、めちゃくちゃね、アットホームな面白いイベントです。で、この対戦相手のこの方、ヒロミさんという方で、ヒップホップうまいし、ブレイクうまいし、何でもできる大先輩でございます。実は何度か戦ったことあるんですが、一度も勝ったことがございません。なんでね、ちょっと僕実は気合入ってます。ただ、言ってもね、このイベント、本当にお祭りで、もう僕も実際アルコール入ってるんで、まあどちらかというとね、エンタメというか、面白いなっていう感じで、今この場に立っております。で、見ての通りもヒップホップというかね、できるんで、ポップロックめちゃめちゃうまいんですよ。で、今ね、目でね、合図されたんですけど、実は練習も一緒にしたことがあって、まあそれでね、まあお前などにはまだ負けないよという意味で、おそらくまあコールアウトじゃないですけど、まあそういった意味でね、バッチバチに向こうは、目を合わせてきたような感じだと僕は思っております。当時ですけどね。はい。こんな感じでね、ファーストムーブ、ヒロミさん終わってくんですけども、この後出てくるですね、この子が、変化目と言いまして、まあ、変態仮面というね、名前の B-Boy なんですけど、実はこの子、僕が仲良くしている大学のサークルの後輩に当たるというのが、このイベント後に分かりまして、マジでということでめちゃめちゃ仲良くなりました。彼なんですけど、まあ、B-Boy でもちろんブレイクやるんですが、オリジナリティ溢れる子で、もう唯一無二の存在ですね。もう今のとかめちゃくちゃ面白い。この辺とかもね、超面白いんですよ。で、基礎がね、できてこういったところとかもオリジナリティがあって、もう観客を沸かすっていう意味ではすごい面白い B-Boy だなと思ってこの時見てました。というか、むしろジャンル何っていう感じでしたね。相手の相方なんですけど、ポップダンサーで、まあ見ての通り、ブガルースタイルなのかな？まあちょっと上手いっすよね、普通に。でね、もう戦ってる時というか、まあ予選というか、これベスト6なので、この前の戦いからね、この方たち見てたんですけど、もう勝てねえなーと思って戦ってます。で、僕出ます、ドラです。今のところもね、ちょっとアタックっぽくやったんですけど、あんまりハマり良くなくて、うん、ちょっとどうしようかなーって感じになってます。で、実際、ここのフロア、めちゃめちゃ狭いんですよ。なんでね、B-Boy、結構気使ってみんな踊ってます。そこだけ覚えてます。で、ここをね、よく音取れたかなと思ってました、当時。で、まあ、フットワークなんですけど、まあ、ほぼ、ネタですね。僕が昔々作ったネタをそのままやるっていうような感じです。で、この10年前ぐらいの時がね、やっぱり一番乗ってたかなと思います。首でね、パッパッと音取るところじゃないんですけど、一番音聞いて踊れてた時代だなって思ってますね。ということで、セカンドラウンド入ってるんですけど、ここ。ね、先輩の握手をスルーするという、はい。やっとります。はい。ヒロミさんのね、寛大なお心で許してもらえたっていう感じですけど。本来であればね、もう僕ね、もうおそらく、ボコボコにされるのかなと思うんですけど、まあ、実際この後ボコボコにね、されちゃうんですよね、ダンスで。はい。もう見ての通り上手いですし、ここの90、もう完璧でしたね。マジでみたいな。ヒップホップもできるのに、そんな大技もできちゃうのみたいな感じで、ここのね、フットワークからのこのフリーズ、完璧ですね。会場は壊れました。全部持ってったなっていう風に思ってます、この時。で、彼がね、ちょっとまあ似たようなムーブで返すんですけど、まあ、僕とちょっと被っちゃった部分もあるんですよね、ファーストラウンドで。まあちょっとハマりきれなかった部分もあったんで、まあ、この後ちょっと挽回しようみたいな感じで、おそらく頑張ってるんかなと思います。で、相変わらずですね、このトップロックとか、なんてここで急にポップ入れんのぐらいな感じでですね、ブレイクとポップのまあ融合というような感じなんでしょうか。もうすごく、本当に唯一無二。マジでオリジナリティあると思う。こんな感じで彼のセカンドラウンド終わります。で、サードラウンドなんですけど、曲変わってね、めちゃめちゃいい曲がかかってきて、このポッパーの人がですね、ノリノリなわけですよ。もうネタをね、連発してくる、連発してくる。この辺の音の取り方も完璧ですよね。で、ここもね、うまいわーっていうことで下にしゃがんで、ブレイクにも負けんよというような感じで、フロアにも入っていくような感じですかね。ということで、僕のラストムーブになるんですけども、結構気合が入っております。マジで、マジで、もう本当に一回も勝ったことないから、勝ちたいって実は思ってます。
はい、そんなところでね、トップロックから入っていくんですけども、ちょっとね、狭いながらもパワームーブをやります。実は10年前からこのムーブできてたんですね。びっくりしました。で、トーマス・グレアが意外とでかいっていうこともね、驚きました。多分今よりでかいし、今よりパワーうまいです。で、そしてここの音の取るのもね、マジでびっくりしました。俺こんなことやってたんだと思って、昔と思って。この動きは昔からやってたんだなと思って、あ、この時ね、ドラゴンさんやってたのか謎ですけどね。仲良く、エンタメな感じのイベントに、ほんと感謝でございます。ということでね、昔の動画見てきました。チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.